日の洗濯天気予報をお届けします。まずは天気アイコンをご覧いただきますと、高気圧に覆われて晴れるところが多くなりそうです。西日本、東日本、太平洋側はもちろん、日本海側でも雨や雪はだんだんと落ち着いていき、天気は回復へと向かいます。ただし那覇は雨のアイコンとなっていますね。雨や風が強まり荒れた天気となりますので、外出は控えてください。続いて気温の予想です。朝はぐっと冷え込む地域が多くなりますが、日中だんだんと気温は上がっていきます。西日本、東日本は春を感じる陽気、3月並みの気温となるところもありそうです。洗濯物の外干しに適しているのか指数を確認していきますと、このようにですね、那覇では NG となっておりまして、雨が強く降るタイミングがありますので、洗濯物は部屋干しが安心ですね。晴れるところが多くなりますので、広く OK となっています。日差しを有効活用してください。以上、明日の洗濯天気予報をお届けしました。